皆様、こんにちは、こんばんは、リオンです。ちょっと電話の画面揺れてますけどね、貧乏ゆすりしてるわけではないです。今日は占いになりますよ。今日のタイトル先に言っちゃいますね。まさかの心変わり、ラブ占いです。なんか女心と秋の空とか言いますけれど、今日はね、女心、男心関係なく、両方の方のために対象になっておりますよ。簡単に、相手の心変わりとか気持ちを分かる、カラー占い、12色のカラー占いからやっていきますよ。なのでね、お相手様に最近好みの色とか、最近なんかよく着てるような洋服の色とか、そういうのを直感とひらめきで自分で考えてもいいですし、お相手様に聞くのもありだと思います。最近ハマっている色あるとか、好みの色とか、なんか最近来てるブームの色とかあるとかいう感じで聞いてもらうといいと思います。その色からね、相手の気持ちが分かるんです。浮気心とかね、今ね、誰かね、気になってる方いるんじゃないかなとかね、そういうのが分かる占いになっておりますので、最後までお楽しみにしてください。ではね、ぜひ利用していっていただけたらと思います。相手の気持ちが分かりますよ。では、そういうことです。では、占いの方いきますよ。キュー。こんにちは、こんばんは、リオンです。ちょっと占いね、久しぶりになっちゃったんですけども、今日のタイトルまず言っちゃいますよ、ダイレクトにね。まさか心変わりのラブ占いです。この秋に入ってきましたね。最近恋人のね、好きな食べ物、好みの色が変わったなんてことはないでしょうか。これがね、実はね、危険なサインなんですよ。見逃してないでしょうか、サインを。そんなね、あなたへのラブ占いです。まずね、お相手様に自分のお付き合いしてる方、好きな方でもいいんですけど、12色のカラーから直感で近頃気になってるカラーのお色を選んでもらいます。それだけでね、彼女の浮気心や深刻度が分かるんですよ。そしてね、1枚目なのでカラー占いの方をご用意いたしました。カラーね、上からイエロー、見えるかな、上からイエロー、ピンク、グレー、ブルー、レッド、オレンジ、ホワイト、ブラウン、グリーン、ターコイズ、パープル、ブラックですね。大体の色ね、出てるんです。12色出てますからね。なのでね、12色の中から好きなカラーない、最近気になってるカラーないとか、最近なんか増えてるものないって、その色のものがとかね、そういう感じで聞いてもらえると思います。いいと思いますね。で、その選んでもらった色で彼の気持ちがわかるんですよ。やっぱり、ね、色っていうのはね、とてもね、その相手の心情を表す色なんで、ちょっとね、黄色がね、同化してるんですよ。この同化してるの間違わないようにしてくださいね。カバーのちょっと同化気味なんですけど。でね、もう一枚下のカード見えるかな、ちょっと覗いてると思うんですけど、下のカードがあるんですけど、その下のカードがね、How to Love Yourself カードっていうカードなんです。このカードで、あなたの、アドバイスカードを出していきますね。それで、で1枚目はカラーカードの方で、カラーカードですよ、このカラーカードの方で、お相手様の今の気持ち、そして2枚目のカードであなたへのアドバイスとして出していきたいと思っております。そんな感じでやってもらえるといいなと思います。では、お相手様にね、12色の中から好きなカードを選んでもらってください。そして始めていきますよ。レッツスタート。はい、ではね、イエローのカード、黄色いカードをね、お選びになった方への占いを開始していこうと思っております。ちょっとね、外ね、救急車通ってますけど、大丈夫ですかね、聞こえますか。はい、黄色ですよ、イエローね。イエローのカードから参ります。じゃーん、見えるかな、見えるな。はい、ね、お相手様が黄色を選んだという方、最近黄色気になってるよっていう方のためのリーディングを開始していきます。この方はね、とてもね、明るくね、話が楽しくて、とてもユーモアのあるキュートな方のようですね。とてもね、明るい方ですね、とてもね。でね、人気のある方なので、たくさんの方が寄っては来ますけれども、話していてね、楽しい、連絡を取る相手がいても、一時のね、気まぐれ的で本気ではないようなので、安心してください。なので、黄色を選んだ方の特徴としては、とても楽しい人なんですけれども、結構ね、モテる感じがしますね。モテるね。でもね、たくさんの方が、ね、寄っては来てるんですよ、彼彼女の今、あなたのね、あなたの様のお相手様にはね、たくさんの方がちょっと誘惑がちょっと多いかも今。でもね、一時の気まぐれ的な感じでね、本気ではないようなので、安心してください。
ね、で今はね、あなただけが大切なようですよってことなんですよ。なのでね、黄色の方をね、最近黄色気になってるよっていうおいで様はね、安心してください。大丈夫です。なのでね、このままね、ラブラブで行っていいと思います。疑う余地なしという感じですね、まだね。なので大丈夫だと思います。色がね、変化してきた時に考えてください。黄色を選んでるうちは大丈夫ですということです。でね、アドバイスカードいきますよ。次、I'm my own unique self ですね。あなたに対してのアドバイスは、ちょっと言いにくいな。あなたに対してのアドバイスカードとしては、アドバイスとしては、I'm my own unique self。私は唯一無二の存在ですっていうことなのでね、あなたはあなたですよってことですね。だからね、胸を張って進んでほしいと思います。私は私なのよって、私しかいないのよっていう、そのぐらいね、ビッグな気持ちでいきましょうというアドバイスカードが出てます。大丈夫ですよ。なのであなた自身も大丈夫だし、彼女の、ね、心も安定してて大丈夫ですっていう感じですね。はい、ではね、2番ピンクの方いきますよ。はい、ではね、2番、ピンクをお選びになった方へのリーディングを開始していきますよ。ピンクですよ、ピンクね。私もね、ピンク好きなんですけど、でもね、みんな好きなこと多いですよね。ピンク、お相手様がピンクを選びになった方へのリーディングをしていきます。ね、この方はね、優しく世話好きな方ですね、とてもね。ただね、ちょっと自分が大好きなのでね、なのでね、愛に献身的な相手に尽くす優しい自分の姿に溺れています。要するに、なんていうのかな、自分がね、大好きな方ちょっと多いですよね。なのでね、相手に尽くしている自分の姿を想像して、こうその気持ちで溺れている感じがしますね。でね、その、ね、方の、ね、浮気心は軽いので、やがて熱が冷めて、ちょっとね、浮気心を持ってるみたいなんですけど、ピンクの方はね。でもね、やがて熱が冷めてあなたに帰ってきますよ。だからね、落ち着いて待っていましょう。しかしね、どちらにしても自分中心のお相手様なので、1番は自分、2番目があなたという感じなんですよ。だからこの方はね、女性であっても男性であってもピンクをお選びになった方はね、なんだろう、やっぱり自分が大事、自分が大切、自分が一番という考えの方が多いみたいですね。だからでもね、2番目はあなたなので、まだね、2番目がね、違う人だと困りますよね。なのでね、大丈夫です。はい、ではね、アドバイスカードいきますね。これはね、次はね、あなた自身へのアドバイスカードですよ。こっちは I'm good enough。 意味通り、私はなかなか素敵ですってことですね。なので、言えることは、あなたはとても素敵なんですよって、あなた自身のことですよ。今見てらっしゃる方ね、これはね、あなたはとても素敵だから、なんか心配いらないよっていうことですね。あなたはね、もっと自信を持って胸を張っていきなさいと。疑う余地がないですよ。ピンクの方も大丈夫ですよ。イエローとかピンクの色を選んだ方っていうのは、ね、まだ大丈夫です。そんなに深く、なんていうかな、なんていうかな、浮気心を持って、ちょっとね、ピンクの方は持ってるんですけど、持ってても、その浮気をするまではいかないのでね、大丈夫だと思います。心配ならないんですよ。戻ってきます、必ず。はい。ではね、次ね、3番の方、グレーの方参ります。はい、では次3番。こちらのね、グレーのカードですよ。グレーの方のリーディングを開始していこうと思います。お相手様がね、最近グレーがやっぱり秋深くなってきたし、グレーが好きだなとか、グレーのものが最近落ち着くんだよね、なんていう方のための占いですよ。グレーです。ザン。見えるかな?グレーのカードですね。グレーがでも好きだっていう人多いですよね。なんかね、なんか部屋の中もグレーとか黒とかにしてる方って多いですよね。そんな方へのリーディングを開始していきますね。この方はね、優しく、少しね、気の弱いところがあり、自分に自信がなく、頑固な面もあります。ちょっとね、なんだろう、自分に自信がなくて、なんていうかな、ちょっとくよくよするようなタイプっていう感じですね。そのタイプですね。でもね、その優しさに惹かれて寄ってくる人はいるようですが、ですよ。相手のね、ダメな部分、困ってる部分を、なんとかしてあげたい気持ちでいるだけなのようですよ。だからね、恋愛っていう気持ちよりはちょっとね、なんか気になってる人はいるけれども、どっちかというとその人のね、困っていたりね、ダメな部分を引き出してあげたいとか、なんとかしてあげたいという気持ちではいるようですね。そのお相手様のお相手様は、でもね、恋愛感ではないようなので、気にしないで大丈夫です。だからね、広い心を持ってあなたは行きましょうねってことです。
広い心を持って待ってましょうねって、ちょっとね、つかかってくるじゃないけどね、その彼女に対して寄ってくる人はいるようなんですけど、でもね、恋愛的な感じではないようです。なのでね、心配しないで、あなたはドーンと構えて待っていましょうっていうカードです、グレーは。だからね、安心してください、大丈夫ですっていう感じですね。でもね、あなた様に対してのアドバイスカードいきますね。 How to love yourself カードで見ていきます。これですね、じゃん。 I release all feeling of negativity and guiltというカードです。私はね、否定的な感情や罪悪感をきっぱり手放しますってことです。なのでね、あなた自体もね、なんていうのかな、暗い気持ち、ネガティブにならない方がいいですね。ね、絶対ネガティブにならないで、ポジティブに、ね、ちょっと嫌なこととかいろんなことがあっても上向いて歩いていきましょうねっていう感じのカードです。そうすると、なんだろう、そういう、ね、ネガティブな気分をきっぱりと切り離すことによって、あなたは楽しく毎日いられますっていうカードですね、今の。はい、あなたのアドバイスはそんな感じになっております。なので、ね、グレーを選んだ方ではあっても大丈夫ですよっていう感じですね。なので心配いらないです。大きな心でいましょうね。ちょっと心配するようなところがあったとしても、エイト様に心配することはないですよというカードです。ではね、次にブルーの方いきますね。はい、ではね、4番青のカードを選んだ方へのリーディングを開始していこうと思います。本日の占いはですね、ね、大丈夫、お相手様の心はあなたに向いているっていうので、浮気心持ってないっていうのでやっていこうと思ってやっておりますね。女心と秋の空なんて言いますけどね、女心だけじゃないですよね、秋の空はね。やっぱり、ね、コロコロ変わるというかね、その時その時のやっぱ出会いとか別れとか、そういうタイミングなので、こういう恋愛とかいうのはね。なので、先に A 君に出会ったけど、なんかね、 B 君がやってきてちょっと心揺れるなとか、そういう気持ちってどうしてもあると思うんです。女性であっても男性であってもね。だからそんな感じの気持ちを、ね、カラーに例えていこうと思ってやっております。色っていうのはとてもね、その人の心が見えるんですよ。なので、はい、ではね、青の方やっていこうと思います。こっちから行こうかな。あ、通りちゃったよ、ごめんね、お地蔵様。ちょっとね、今日はね、いろんな色が並んでるのでね、取りにくいんですけど、はい、ごめんなさい。ね、ブルーですね、ブルーのカードの方ですよ、ブルー。最近ブルーにハマってるよっていう人の方のための占いです。ね、この方はね、とても知的で控えめで優しくて誠実な方のようです。なんかね、なんだろう、すごくね、なんていうのかな、心が清らかというかですね、誠実な方ですね、とてもね。はい。でね、根が真面目なので。もしかしたら仕事絡みや、学校で言ったら部活動や委員会活動絡みのお付き合いの方の中での交際がありそうです。ねえ、なんか、ね、とても素敵な方なので、この方がね。だからね、やっぱり、ね、寄ってくる方はいるみたいです。やっぱ素敵な方にはね、どうしてもね、付き物ですよね、っていうのが。そんな感じですね。しかしね、相手をね、尊敬しているので、ちょっとね、長引くかもしれないですね。ちょっとね、心配かなっていうのは、ちょっとね、青の方を選んだ方っていうのは、最近青がハマってるよっていう方はね、ちょっと心配した方がいいかなと思います。でもね、なんだろう、永遠に続く交際ではなさそうです。でもちょっとね、長引くかもしれないですね。なんでかって言ったらね、やっぱり尊敬心と相手をリスペクトしてくるところからね、入ってくる恋愛っていうのはね、ちょっとね、ややこしいことに突発的な恋愛ではないので、長引く可能性があるんですよ。だからね、青をちょっとね、お相手様が選んだってことは、少し心配した方がいいかなと思います。あなたはね、心配した方がいいかなと思ってます。なのでね、なんだろう、そうだな、相手の心をちゃんと見ていく必要がありますね。でね、ガンガン押すんではなくって、相手の行動を慎重に見てね、なんだろう、彼女の心を離さないようにということが重要ですね。なのでね、ちょっとね、今までちょっとね、最近ね、安心して見てなかったわっていう方はね、ちょっと見た方がいいかなと思います。はい、ではそんな感じです。なんかちょっと気をつけてくださいというカードが出てますね。はい、青の方はそんな感じです。でね、あなた様にのアドバイスカードとしてはこちらが出てます。I'm precious and I cherish who I am.
ていうカードですね。見えるかな。私はね、かけがえのない存在です。私はありのままの自分を大切にしますというアドバイスが出てますね。なるほどね。ということはですね、やっぱりそうですね。だからね、なんだろう、自分を追い込むんじゃなくってですね、私は自分、ありのままの自分を見せて勝負をしていってください。あなたはね、私はというあなたでしょ。あなた様はね、本当の自分を相手に見せて勝負をしていくといいと思います。だからあんまり飾らない方がいいかなと思います。それに見た目がどうのこうのっていうことではなくって、ありのままの自分を見せていって、相手をね、なんかなんていうのかな、突き止めたりね、ね、新しい恋愛してんじゃないのみたいなことを言ってね、追い込むんではなくって、自分の心で勝負をしていってください。だからね、変なし料理を作ってあげるとか、相手がちょっと落ち込んでるようだったら何か温かい言葉をかけてあげるとか ね、 なんかね、そういうような努力をしていくといいと思います。ね、そんな感じで出てるのでね、ありのままの自分を大切にして、ね、自分をかけがえのない存在なんだからという自信を持ってほしいなと思います。そんなアドバイスカードが出ております。ではね、次ね、赤のカードいきますね。4番の方終わりました。5番の方、赤のカードいきますね。はい。ではね、5番の方のリーディングを開始していこうと思います。5番はね、レッドです。赤ですよ。最近赤が気になってるよっていうお相手様を思っていらっしゃる方へのね、カード占いになります。リーディングになりますよ。赤ですよ。いきますね。ちょっとカードがいっぱい並んでるのごめんなさいね。ちょっと5番いきます。赤ですね。真っ赤ですね。これは綺麗な色ですね。やっぱり赤なんでね、ちょっと分かる通りなんですけどね、そこね、積極的なね、リーダーでね、目標に向かう頑張り屋のね、お相手様のようですね。この赤を選んだ方っていうのは、最近赤がハマってるなっていうことはね、ちょっとエネルギッシュな感じですね、今ね、ちょうどね。でね、ただね、恋愛色がちょっとね、強い方なので、相手のね、ちょっとね、そのお相手様が気になってる今、お相手様がちょっと現れてますね。魔性的な魅力に引き付けられてるようですね。そのね、ちょっと魅惑的な人に惹かれてるような感じがします。なのでね、まあでもね、しかしやがてね、飽きるか喧嘩して別れそうです。なのでね、心配はいらないでしょう。あなたがね、待っていられるんだったら全然問題はないと思います。本気にはならないみたいですね。で、どうやらね、そのお相手様のちょっと気になってるお相手様も結構ね、喧嘩っぱやじゃないですけど、エネルギッシュな方のようなので、ちょっとね、その2人はぶつかるような運命をたどっていますので、だからあなたはね、穏やかにちょっと待っていられるんだったらその方がいいかなと思います。はい、そんな感じですね。ただね、赤を選んだってことはちょっとだいぶなんていうかな、パッと燃えやすい恋愛をしてるみたいですよ。少しね、なのでちょっと要注意かなっていう気はちょっとしますね。なのでね、気をつけながら観察していくといいかなと思いますね。なんか魅惑的な人に惹かれているような感じがしますね。ではね、次アドバイスカード出していきますね。こちらですね、赤尾さんのアドバイスカードは、This present experience is a stepping stone to a new awareness っていうカードですね。ごめんなさいね、ちょっとね、この今の体験は新たな気づきへの足がかりですってことです。この今の体験はね、新たな気づきへの足がかりです。だからね、こそね、なんていうのかな、ちょうどね、あなたにぴったりの感じなんですけどね、今の頃の体験っていうかね、そのお相手様がちょっとね、他に目を向けてるかもしれないけれどもね、それにとってよってね、あなたの心がどうやって変わっていくかなっていうのをちょっと見てほしいかなと思いますね。このまま私自身もこの人でいいのかなっていう迷いがあるならちょっと考えるべきだと思うしね、いや、私は相手のことがとても好きだから全然気にならないよって方はね、それはそれで私はね、全然いいと思いますね。でもね、いずれね、あなたの方には戻ってきます。この方は赤を選んだ方っていうのは戻ってきます。なのでね、そこまでね、待っていられるんだったらいいと思います。でね、だからね、自分にちょっとね、目を向けていきましょうねって、この時間にっていう感じですね。はい、そんな感じで出ております。だからね、赤の方はちょっと要注意かなっていうふうに思ってますけど、でもね、あなたのところには戻ってきます。だからね、自分にちょっと目を向けていきましょうねっていうアドバイスカードが出ております。はい、ではね、6番目オレンジの方に参りますね。次、はい、
はい、ではね、6番目の方、オレンジの方のリーディングをしていこうと思っております。お相手様が最近オレンジが気になってるんだよとかね、オレンジの食べ物、例えばのオレンジとかみかんとか、まあね、そういうものがちょっと食べるの好きなんだよっていう方のためのリーディングになっております。じゃーん、オレンジですね。オレンジ、太陽の色ですよ。この方はね、色通りですね、明るくとてもね、社交的な頑張り屋さんですね、このあなたのね、お相手様は。でね、人気者のお相手様なんですよ。なのでね、またね、その方のお相手様も同じタイプの方のようです。ちょっとね、上着心を持ってらっしゃるというかね、なんか怪しい人物が周りにいます、ダイレクトに言っちゃうと。なので、ね、ちょっと心配してください、その部分はね。でね、その方のお相手様もなんかね、同じタイプのようです。だからオレンジが最近好きっていうのはお互いの共通かもしれないですね。なのでね、相手の明るさや元気を楽しんでるようですね。だからね、このなんだろう、占いを見てくださってる、ね、方のあなた様はね、もしかしたら少しおとなしい方なのかなと思います。なのでちょっと刺激を求めて、同じようなタイプをそのね、あなたのお相手様は求めてるようですね。なので、ね、そのお相手様がね、選んでいる、ちょっとね、手を出しているお相手様も明るく元気な感じですね。なので2人とも元気な感じですね、とてもね。しかしね、真剣な、ね、ものではないのでね、オレンジを選んだ方っていうのは、しかし真剣なものではないので、遊び心のようなので一過性ですね。なのでね、大丈夫なのは大丈夫です。なんだろう、絶対的な恋愛になるということではないですね。ちょっとね、火遊びじゃないけど、そのね、なんか感覚を楽しむ、ゲーム感覚を楽しんでるような感じでいるようですね、このあなたの選お付き合いなさっている方はね。そんな感じで見えます。なので一過性だからこそね、あなた自体がね、うまくコントロールしてあげてくださいね。なので、ね、絶対的にね、なんだろう、自分のところに戻ってこないっていうことではないので、待っていてほしいかなと思います。ではね、あなた様に対するなんだろう、リーディングカード1枚出してきましたので、はい、リーディングしていきますよ。I was born to angel life ですね。とてもね、素敵なカードですよ、これはね。私はね、人生を楽しむために生まれてきましたっていうカードです。だからね、どんなことがあって、例えね、そのお相手様に気になるお相手様がいて、ちょっとなんか遊んでるようだなとかって思っちゃってもですね、ね、私は私で楽しむわっていう、その、なんとか、新たな恋愛をあなたにしなさいっていうことじゃないですよ。自分の時間を大切にしてくださいってことです。ね、誰にだって自分の人生っていうもの、自分の、なんていうのかな、一生っていうものがあるのでね、そんなことをになんとか引きずられて、嫌なことを嫌な感じに引きずられるんじゃなくって、自分の時間も楽しみましょうっていうことです。そういう時間とか、そういう浮気心とか、まあ、お相手様ね含めて、その人のね、その人の A 君だったら A 君、 A 子ちゃんだったら A 子ちゃんなんですけど、 A 子ちゃんのことなのでね、そういうところもあるんだなっていうのを見て、大きく大きい心でいてあげてほしいなと思います。そしてね、自分も楽しむために人生ね、私は生まれてきたんだから、このね、あなたの素敵なご両親からね。なのでね、私は私の人生を楽しむんだからってね、大丈夫よ、私は待ってるわっていう心具合でいてほしいかなと思います。そういうアドバイスカードが出てますよ。なのでね、ちょっと心配しつつ、でもドンと構えてみましょうねっていうカードです、オレンジの方はね。そんな感じに出ております。次はね、7番の方、ではホワイトの方に参りますね。はい、ではね、次7番の方、白のね、ホワイトを選んだ方のリーディングをしていこうと思っております。ホワイトですよ、ホワイトいいですよね、ほんとね。なんか白、最近私も白好きなんですけど、白ですね、ホワイトです。はい、でもね、お相手様が最近白が好きだよとかね、ね、白い食べ物が好きだよとか、そういう方のための、カードです。はい、ね、さ、なんかやっぱりね、色っていうのはその時々の気持ちがね、現れる色なので、ね、自分でもありますよね。最近なんかやたらと赤いものが目につくなとか、やたらなんか最近買ってるものにね、白が多いなとか、そんな感じですね。そんな感じの時っていうのは、やっぱり、ね、その時の心情を表して欲してる色ですね、その人に必要な色なんですよ。なのでね、そのカードから見ていこうと思います。白ですよ。はい、リーディングします。物欲やね、金銭欲のない人で、とってもね、純粋無垢な方のようですね、お相手様は。あなた様のお相手様は ね、なのでね、そんな方のね、お相手はやはりとってもとってもピュアな方ですね。そのね、無垢さにとても惹かれているようです、あなた様のお相手様は。
もしかしたらだから年下の方かもしれないですね。お相手様が今ね気になってる方とかちょっと手を出してるかもしれないなっていう方はね、年下のようです。男性であっても女性であってもね。なのでちょっとね、なんだろう、気をつけた方がいいかなと思います。まだデート止まりの恋愛のようなので、しっかりとねお相手様を見てねコントロールをしてあげてください。なのでね、まだ本気というまでは言ってません。なのでちょっと気になるかなっていうお相手様はちょっとねいるようです。でもね、なんだろう、まだね純粋無垢な付き合いみたいなので、そういう意味ではねデート止まりな感じです。なのでね、今なら取り返しがつくのでね、今ね逆に言えばこれね、白を選んでるお相手様を見ているあなたはね、これを見てくださっててよかったかなと思います。今ならまだ間に合いますね。彼彼女の心を止めることができるので、ちょっとねコントロールしてあげていってくださいね。なんか純粋無垢さとかピュアな感じの方にとても惹かれてるってことはね、やっぱあなた自体もねそういう感じで今ね、私はピュアなのよじゃないけど、なんか自分の心に正直に純粋でなんか無垢な感じで言った方がいいかなと思います。そういう方をね、お相手様はね欲しがっているっていう感じですね。なのでね、この方はとても物欲とか食金銭欲はない方なので、あんまりお金のことを言ったりね、あれが欲しいこれが欲しい私はこういう風になりたいのよっていうことはあんまり言わない方がいいかなと思います。彼女という時はね。はい、ではそんな感じです。ではね、あなた様に対してのアドバイスカードを出しておりますので見ていきます。こちらですね。I look for things to be thankful for ですね。私は感謝の種を探しますというカードです。私はね、感謝の種を探します。ですよね。だからね、すべての感謝の心を持つ。そんなあなたもいる、あなたでいることでね、すべてのことに感謝を持つあなたでいることで、彼女はね、安心感からまっすぐ見てくれるようになるみたいですね。なのでね、感謝の心をすべてで表していってあげた方がいいかな。彼女という時には余計にね、例えばお会計士はって、ありがとうございましたってお店の方に言われても、こちらからね、あなたの方からね、ごちそうさまでした、ありがとうございますとかね、言えるような方であれば、ね、そんな姿を見て彼女はやっぱりこの人と付き合っててよかったなっていうような気持ちになるみたいなのでね、だからこそね、そういう気持ちを常に持っていましょう。今あなたはね、まあ今というかね、まあずっと持っててほしいと思うんですけど、私は感謝の種を探しますっていうのはそういうことですね。だから感謝の種をまいていってあげてほしいなと思います。あちこちでね、そういう姿を見て彼女はやっぱこの人でいいなと思ってくれるみたいですよ。なのでね、そのことを大事にしていってほしいかなと思います。白の方はそんな感じで出ております。ではね、次にね8番茶色い方に参りますね。はい、では次ね8番ブラウンの方の心情を見ていこうと思っております。こちらのブラウンですよ。なのでね、お相手様がブラウンを選んだという方へのアドバイスカードになっております。はい、見ていきますね。浮気心とかね、持ってるのかなとか、今どんな恋愛を従ってるのかなっていうのを見ていきますね。ブラウンの方ですよ。見えるかな。茶色ですね。ブラウンなので茶色ね。この方はね、とてもね落ち着いていて、威張らず腰の低いね、努力家、コツコツ行くような努力家のタイプみたいですね。お手様はとてもね堅実な方ですね。だからね、そんな方だからっていうのもあるんですけどね、なんかね年上にとてもね人気のあるのか、お相手様がね、なんだろう、お相手様のね浮気心のお相手はお金持ちか、ちょっと裕福な感じがしますね。とてもね、お金持ちなのか、かなりね年配のね方のようです。なのでね、ちょっとね金銭でつながっている可能性があるので、ちょっとね別れさせにくいかもしれないですね。今なんかね、お金でねつながっている方、なんかね言い方悪いんですけどね、金銭お金でねつながっている方が多いようですね。なんだろう、そのね、あなた様がねとお付き合いしている長さっている方は、そのね、なんかねお金を持っているそのね方に惹かれているようです。それはどういうことかで、何かを買ってくれたり、例えばね買ってくれたり、何かをご馳走してくれたりっていう感じの方のようです。でね、あとはね心もね、なんていうのかな、裕福な方
ですね、心が裕福な方が、なんていうのかな、彼のことを狙っているじゃないけど、彼女のことを狙っているとか、ちょっと、なんだろう、まとわりついているような感じがします。なのでね、ちょっと心配ですね、そこはね。でね、やっぱり、ね、金銭でつながっているっていうのがね、一番ちょっと大きいかな。だからね、別れさせにくいですね、とても。あなたのところに戻ってくるためにね、ちょっと努力しないと、結構難しいかもしれないです、今の状況だと。でもね、どうしてもあなたはね、彼女と一緒にいたいなって思うんだったら、ちょっと、ね、努力した方がいいかなと思います。もしかしたら、今ね、お付き合いなさってる方はね、金銭的にちょっと苦労なさってるのかもしれないですね。なのでね、あなたがちょっと、なんていうのかな、今日ご飯をおごってあげるようじゃないけど、そういうカバーをしてあげたり、あとはね、心の裕福さをあげる。お金だけじゃなくてね、要するに、なんていうのかな、あなたは、彼女の気持ちをよく聞いてあげたり、困っていることに手を差し伸べてあげるというような感じで行った方がいいかなと思います。今ね、そういうことがとても大事なようですね。はい、そんな感じで出てます。ちょっとね、気になさった方がいいです。今茶色が気になってるよって言ってる方の方はね、とても気になった方がいいかなと思います。なのでちょっと、なんだろう、少し心が離れていってんなっていうサインなので、ちょっと心配した方がいいかなと思います。でね、あなた様への、じゃあね、リーディングのアドバイスカードを見ていきますね。次ね、でもね、取り返しがつくとこにはいるようなので心配はないですよ。じゃーん、このカードですね。As I learn to love myself, I become powerful って感じのカードですね。自分を愛せるようになればなるほど私は強くなります。だからね、アドバイス的にはですね、自分の心、気持ちをね、大切にすることが大事になっていきますよってことです。自分の心にね、気持ちを大切にする。自分の心どうしたらいいのか、自分の気持ちはどうしたらいいのかなって、あなた様ですよ。あなた様が、自分の心をまず聞いてみてください。これから先どうしていきたいのかなっていうことを考える時が今ちょっと来てるようなので、だからちょっと考えた方がいいかなと思います。ね、これはね、別に恋愛だけじゃなくて、自分自身のこれから進むべき道のことでも、アドバイス的に出てるので、なのでね、今立ち止まる時が来てるようなので、もう一回ちょっと考えて、考えるほど自分の根が太くなる、っていうか強くなる、ね、それにことによって人生観とか恋愛観のね、すべてに関して強くなる、っていうか太くなるのでね、ちょっと考えてほしい時に来てるかなと思います。そんな感じでアドバイスカードが出ております。でもね、いろんなことを考えて常に修復していくこと、修正していくことはとても人生にとって大事なことなので、そんな感じでやってほしいかなと思います。はい、ではね、次ね、9番の方、緑の方に参りますね。はい、ではね、次9番の方、グリーンの方のリーディングをしていきますね。今ね、お相手様がね、何の気になってるっていうのでね、昨日今緑が最近ちょっと気になっているような、緑のものが増えてきてるよっていう方の対しの、リーディングになりますね。緑きますよ。今ね、お相手様はね、とてもね、なんとか今っていうかね、この方、緑を選ばれた方っていうのは、とてもね、優しく穏やかで家庭的な人です。だから結婚するのにはぴったりなタイプの方ですね、本当はね。優しく穏やかで家庭的な人。でね、そんなお相手様はやはりね、とても温かい安らぎを求めています。やっぱりね、そういう自分自身も、ね、温かい安らぎを求めているようですね、このお相手様は。でね、もしかしたらね、お相手様はね、家庭をお持ちの方か、お子様がいる方との恋愛の中に入っていそうです。ガーンですよ、ちょっと気をつけてください、だいぶ。緑を選ばれた方はね、ちょっと気にした方がいいかなと思うのはね、そういうとこですね。もしかしたら家庭持ちとか、ね、お子様がいる方との恋愛をなさっている感じがします。今なんかね、温かい穏やかな家庭を求めてますね。だけど、その方はね、やっぱり家庭環境があんまり良くなかった方なのかな。あんまり良くなかったって失礼なのかもしれないですけど、ね、あまりなんか恵まれてなかった方ってことかな。恵まれてなかった
だから自分が思ってるよりも恵まれてなかったのかもしれないですね、この方は。なのでそういう安らぎとかね、家庭の愛とかね、そういうのをとても求めている方のようですね。なのでね、そういう方とのお付き合いがちょっと見えるんですよ、このカードから見えるんですね、緑の方はね。なのでちょっとね、なんだろう、心配した方がいいかなと思います。なのでね、かなりね、分かりにくいかもしれません、もしかしたらね。あー、なるほど、なんて感じですね。なのでね、これね、お相手様が緑を選ばれた方はね、あなたもね、ちょっとね、なんだろう、やっぱり家庭的なものを自分にプラスしてあげた方がいいかなと思います。だからやっぱ美味しい料理を作ってあげるとか、お洗濯をしてあげるとかじゃないけど、あとはなんていうかな、母のように父のように接してあげられるような器を持った方がいいかなと思います。今ねもう恋愛ちょっとね始まってるかもしれません。なのでね、今なら間に合うかなっていう感じもするので、ちょっとね頑張ってほしいかなと思います。今はい、頑張った方がいいかなと思います。緑を選ばれた方のあなた様はね、お相手様のあなた様はちょっとね気にした方がいいかなと思います。今ね動き出すことが大事かなーっていうカードですね。はい。でね、これは別にアドバイスカードとしてあなた様に向けてのリーディングカード1枚出しておりますので、見ますね。 My day begins and ends with self-love andアプリシエーションっていうカードですね。私の一日は自分を愛し、自分の良さを認めることで始まり終わりますっていうことなのでね、そうだな、ただ自分を肯定してあげてください。じゃあ自分のせいじゃないですよ、全然ね。相手様がちょっと心離れているのは私のせいなのかな、僕のせいなのかなっていうことを思うんじゃなくって、肯定してあげましょう。自分で自分を守ってあげることも大切ですよっていうカードです。なのでね、自分なんて思う必要はないですよってことです。やっぱりね、恋愛っていうのは出会いと別れなのでね、無理して一緒にいる必要もないわけですよ、正直言うとね。なのでね、自分でもね、自分にとって必要な方だなと思ったらね、一緒に寄り添ってあげれればいいと思うし、待ってることもいいと思います。ただね、なんか自分を押し殺してまで自分が自分でなくなるような恋愛はねしない方がいいなと思うんです、夫婦であってもね。やっぱりお互いに不幸になってしまうので、そうすることによってね。だからね、1年前とか2年前まではね、この人が最上級最高だと思ってても、その気持ちとかその道っていうのは変わってくることもあるので、それ以上の方に巡り合うこともあるんですよ。でその時々でね、最高の彼女だったかもしれないけど、 2,3 年経ってもっと素敵な人が現れるってこともあるので、ね、それはその気持ちの変化とかね、自分のバイオリズム、人生の変化によって変わっていくものなので、ね、あんまりかそういう悲願することなく、ね、自分を大事にまずしてあげてくださいねというカードです。でそういうことをすることによって全てがうまくいくようになりますよというアドバイスですね。なのでね、そんな感じで出ております、緑の方はね。はい、ではね、次ターコイズに行きます。はい、はい、では続きね、10番ターコイズをお選びになられた方へのリーディングを開始していこうと思います。そのね、あなた様のお相手様がターコイズが最近好きだとか、ターコイズのもの買ってよとかね、そんな感じで言われてる方のへの、リーディングになっております。ザン、ターコイズですね、綺麗な色ですね、とてもね。はい、ではやっていきますね。ターコイズブルーですよ。この方はね、マイペースで、ほがらかな、ゆったりしているロマンチックな性格の彼女ですね。とてもね、ロマンチックな方ですね。でね、ただね、ここからちょっとよく聞いてくださいね。お相手様のお相手は、大きな夢をお持ちのようで、その夢をね、応援する気持ちから、恋愛観に変わっていった感じがします。何かね、大きな、約束をね、もうね、交わされているように見えるので、ちょっとね、ターコイズを選んで彼氏彼女をお持ちの方は気をつけた方がいいかなと思います。要注意ですね、ちょっとね。なんかね、なんだろう、そのね、最初はね、そのお相手様の、今ね、お付き合いじゃないけどね、なんだろう、関係している方は、ちょっとなんか大きな夢を持っているみたいで、最初はね、応援してあげたいという気持ちがあったみたいですね。しかしそのね、応援してあげたいという気持ちからちょっとね、恋愛観に変わってきているようです。なのでね、要注意ですね、ちょっとね。なんかね、約束のね、約束という2文字が見えるので、ちょっと約束をなんか交わしてそうな感じがします。なのでね、ちょっとなんかそれはどんな約束かっていうのは、
ちょっとなんだろう、ね、なんか恋愛的な感じかなと思うんですけどね、いつか一緒になろうねじゃないけど、そんな嫌な予感がするような、ターコイズブルーなんですよ。なのでね、ちょっと気をつけてあげた方がいいかなと思います。あなたがどうしても話したくない、でこの人と離れたくないと思うんだったら要注意ですね。でね、もしね、なんだろう、そうだなね、やっぱり待ってたいなと思うんだったら待ってた方がいいと思う。したらね、この方はね、戻ってきます。いずれちょっとね、長くなるかもしれない、少し長くなるかもしれないけど戻ってきます。だからね、やっぱちょっとなんだろうね、今待ってた方がいいかなと思います。ちょっと待ってた方がいいな、じっと待ってね、動向を見守るっていうことも大事なので、ちょっと待った方がいいかなと思います。何か行動を起こすというよりは待つ方がいいかなって思います。話したくないならね、このまま一緒にいたいと思うんだったらその気持ちが大事かなと思います。ちょっと長くなるかもしれないんですけど、だからこそ自分の何て言うかな、気持ちを保っていることの方が大事かなと思います、ここから先ね。はい、ではね、あなたに対してのね、アドバイスカードを見ていきますね。 How to love yourself カードで見ていきます。ですね、I rise above all limitations というカードですね。私はね、どんな限界も突破します。素晴らしいですね。突破してほしいなっていうカードが出てます。ね、なのでね、どんだけね、確執があろうとも超えていってほしいなっていうカードが出てるので、だからね、大丈夫です。あなたの方に戻ってきます。なのでね、ちょっとね、自分の壁を越えてください、逆に言うと。ね、限界だなと思っても、まだまだいけるよっていうぐらい、限界じゃないよっていうね、まだ私はいけるんだ、僕はいけるんだという気持ちを持って、やっていってほしいかなと思います。あなたにとってね、このね、ターコイズブルーさんはね、必要な方ですね。なのでね、だからもうちょっと、なんていうのかな、やっぱ広い心でちょっと受け止めて、ね、いざ、なんていうかな、着陸っていうね、着地するのは私の心の中の輪ぐらいの、な感じでいた方がいいかなと思います。そういう心のモチベーションを持ってやっていってほしいかなと思います。だからね、違うところに目を向けるっていうのもいいですね。あなたは勉強に精を出したお仕事に精を出したりとかね、でちょっとね、あなたはね、浮気してるじゃないけど、ちょっと泳いでていいのよじゃないけどね、そんな感じで本気になる感じではないので、だから待っていってほしいかなと思います。だから自分自身との格闘をしていってほしいかなって、目を向けてほしいかなっていうふうに思います。ではね、次に11番の方、パープルに参ります。はい、ではね、次ね、11番紫のカードを選びいただいた方のリーディングになりますよ。はい、パープルですね。言わずと知れた高貴な色ですね。パープルって高貴な色ですよね、昔で言う。今でもそうか、お寺とか行くとね、偉い方が紫着てらっしゃいますね。はい、では紫参ります。個性的でとてもね、芸術家肌のような方ですね。とてもセンスがいい、センスが抜群のお相手様のようです。ちょっとなんかおしゃれな感じの方ですね。ただちょっとね、なんだろう、ちょっとね、心配が見えます。この方はね、黙っちゃったんです。この方はね、ダブルでの不倫とかね、友人との裏切り愛など人に言えないようなね、ちょっとね、深刻な恋愛感が漂っています。ちょっと紫を選び方のね、あなたはね、要注意です。ちょっとね、けど気にした方がいいかなと思います。今ね、申し訳ないんですけど、はい、ちょっとね、ミステリアスじゃないけど、なんだろう、ダブル不倫のような感じの裏切り愛とか、そういうね、友達の恋愛を裏切ったような恋愛感が浮き出てますね。だからね、下手すると、引きずるとね、あなた様もね、巻き込まれそうなので注意してくださいっていうカードです。この紫を選んだ方っていうのは、とてもね、だから最近紫に凝ってるんだよって言われてたらね、ちょっとね、気にした方がいいかなと思いますね。だから下手すると巻き込まれそうです。あなた自体もね、巻き込まれる可能性が大ですね。ね、なんか心配です。なので、なんだろう、ちょっとね、よくね、彼とか彼女の心を見てあげてください。今ね、このままつなげて続いていきたいなと思う方はね、この恋愛を捨てたくない、このままね、ずっと一緒にいたいと思っている方はね、気をつけてあげた方がいいかなと思いますね。なんか不倫はね、やっぱりダメだなってすごい思うんです、私はね。なんだろう、人のものとか人のということじゃないんですけど、やはりね、みんなが不幸な道をたどってしまう可能性があるので、不倫をするぐらいだったらね、やっぱりきちっと割り切って別れて次に進むぐらいの方が、話し合ってね、
の方がいいと思います。その方がね、仕切り直しじゃないですけど、その方がいいかなと思うんですよ、私はね、私自体はね。なのでみんながね、不幸になる恋愛っていうのはやはりね、自分たちも幸せになれないのでね、なので素敵な恋愛をもっとしてほしいかなと思うので、だからこそね、あなた自体もね、巻き込まれないように気をつけた方がいいかなとちょっと思います。はい、そんな感じですね。なので、アドバイスカードとして How to Love Yourself のカードでリーディング、あなた様に対する、アドバイスをしていこうと思っております。こちらですね、 I accept all of my life という、myself というカードですね。 I accept all of myself です。私は自分の全てを受け入れますというカードです、ね、私は私です。自分をきちんと持ち、引きずられないですよって、引きずられないんでねっていうカードです。でね、私の自分の全てを受け入れて、私の思うままに進んでいきますよっていうカードです、ね、だから自分自身を信じてあげてください。自分自身の今の心境、気持ちをどういうふうにしたいかっていうのをね、見ていった方がいいかなと思います。ね、なのでちょっとね、危ない恋愛をしてそうなお相手様なので、だからなんだろう、どういうふうにしていくかなっていうのはよく自分で見極めた方がいいかなと思います。この人と一緒にこれからもいたいかなとかね、でもどうだろうっていうのをちょっとよく見た方がいいかなっていうふうにこのカードは出てますね。なのでそんな感じに出てます。ちょっとミステリアスすぎるかな、だいぶっていう感じがしますね。なのでね、ちょっと心配感が漂う恋愛をなさっていそうなので、だからこそあなた自体がね、芯を一歩立てて巻き込まれないようにしてください。で、あなたがどうしていきたいかっていうのをね、これから見ていった方がいいかなと、自分の心に正直に進んでいってほしいかなと思います。で、もし何か気になることがありましたらね、もう一回言ってください。私の方にね、どうしたらいいですかっていうような、個人的に見ることもできますので、はい、ではそんな感じです。次、最後のカードブラックいきますね。はい、ではね、12番、本日のラストカード、ブラックが今ね、気になっているお相手様をお持ちのあなた様への占いになっております。とてもね、ちょっと寂しい感じの色合いになってますけれど、ブラックね、最近ブラックにハマってるなとか、今まで青が好きだったのに、なんか黒い洋服多くない最近とか、そういう感じで見ていただければいいと思うんですけれども、ね、だいぶ心情変わってますよね、青からブルーにチェンジみたいなのはね。なのでそんな感じですね。でね、じゃあ見ていきますね。黒はね、ちょっと強そうで、でもね、孤独の影が漂う、魅惑的ミステリアスなお医者様ですね。とてもね、だから魅力的ですね、この方は。とてもね、でもね、とてもね、黒を選んだね方は危険度マックスです。マックスですよ、危険度マックス。気をつけた方がいいです、だいぶね。誰にも言えないし、すぐには分かれられない状況の恋愛をしていそうです。でもね、このままではダメだと思っているのも確かなんですよ。だからね、かなりね、時間はかかるものも、いずれはね、終わるので、それでも待ちたいなっていう、あなた様はね、それでも待ちたいと思うのならばありだと思います。だから、ね、ちょっと長くかかるかもしれないけど、あなた様の元にはね、帰ってきそうです。なのでね、ちょっとね、なんだ、浮気から本気になりがけてるけれども、それでも私、僕はやっぱりね、彼のこと、彼女のこと好きだから待つっていうんだったら、それはありだと思います。でもね、なんだろう、すぐにはね、別れられない恋愛、ちょっともつれた感じになっていきそうな感じが見えますので、だから少し気をつけていった方がいいかな。動向をよく見ていくというか、彼彼女の気持ちの、先を見ていった方がいいかなと、心情を見ていった方がいいかなっていうのが出てますね。なので少し心配した方がいいかなっていう、黒をね、最近黒にハマってるとか、黒が好きなんだよね、落ち着くからとか言っている方に対してのアドバイスはそんな感じですね。なので、あなた様がどうしていきたいかっていうことを大事に考えてほしいかなと思います。今ね、そんな感じですね。ではね、もう一枚のカードでね、あなた様に対するアドバイスを出していきます。How to love yourself というリーディングカードで見ております。こちらですね、じゃーん、 I love myself。 とてもいい言葉ですね。アドバイス的にはすごくいいですね。あー、なるほどなるほど。 I love myself totally in the now ですね。 I love myself totally in the now。 今私は心の底から自分を愛していますということですね。あー、とても素敵ですね。自分を
肯定してあげてください。自分に正直に信じてあげてくださいねっていう感じですね。だから自分自身を大切に、自分の心を大切にっていうことですね。もっともっと自分のことを愛してあげてください。そういうことによってあなた自体の、ね、恋愛だけじゃなくて人生観も広がってきます。太くなってきます。なのでそんな感じに出ております。なのでね、先ほどの話じゃないですけど、黒を選ばれた方、お相手にお持ちの方はね、ちょっと心配した方がいいかなと思うと同時に、あなたがこれからどうしていきたいかというのを見ていった方がいいかなと思います。なので少しね長くなりそうなんですけど、それでもいいわって、いいやっていう風に思うんだったら、それをね人を愛する心っていうのは自由ですからいいと思うんですけれども、ちょっとそういうのは嫌だなーってか、僕自体はずっと見ててくれる人じゃなくて困るなと思うんだったら、今立ち止まった方がいいかなと思います。3年後5年後、自分はどうしていきたいかなっていうのをよく自分の心を見てあげてください。そしてね、自分の心、気持ちを一番に愛して大事にしてほしいかなと思います。そんな感じでカードは出ております。ではね、今日はこんな感じのリーディングになります。全体を通していきますね。はい、ではね、今回もいかがだったでしょうか。まさかの心変わりっていうのをね見ていったんですけれども、私自体ねよく聞かれるんですよ。私っていうかね、浮気の相手がね浮気してないか心配なのよとかね、浮気してないっていうの見てくれないっていうような、ね、感じでよく占い聞かれるんですけど、浮気心っていうのは、私よく言っちゃうんですけど、浮気心はね誰にでも持ち合わせてますね。浮気をしたくてするんじゃなくって、気持ちっていうのはやっぱり揺らぐものだし、揺れるものだし、このねろうそくの火のようにね揺れるものなんですよ。なのでね、ただね浮気と本気は違うんですね。だから浮気が本気にならないようにっていうところで見ていってほしいかなと思いますね。だから浮気心はあると思うけど、みんなね男女どちらにしても、でもね本気になったらちょっと気持ち的に変わってくるじゃないですか。先に進む道が変わってきてしまうのでね、本気にならない程度でっていうのでね、なんかバロメーター的に考えてほしいかなと思います。はい、ではねそんな感じですね。微妙なとこなんですよね、恋愛っていうのは。本当に微妙な気持ちの変化とかね、ちょっとした気持ちの変化のバイオリズムの変化で全然変わってきてしまうので、そんな感じですよね。はい、ではね今回の占いはそんな感じだったんですけども、この動画がねちょっとでもね良かったなと思う方がいらっしゃいましたら、グッドボタンの方よろしくお願いいたしますね。よろしくお願いいたします。はい、ではね、そしてね、まだまだチャンネル登録お待ちしておりますね。チャンネル登録の方をお待ちしております。ちゃんと登録してくださいね。この動画を見てる方ぜひぜひお願いいたします。そしてね、私 YouTube として Twitter、Instagram、StandFM というものをやっております。でね、来週からですね来週水曜日から、StandFM という番組で、ラジオ番組なんですけどもね、そちらの方で毎週水曜日夜10時からね、その時々の、トークをね、フューチューさんとしていこうと思っておりますので、ぜひそちらの方もチェックして入ってくだされば嬉しい限りです。タイトルの方はですね、ハッシュタグ、あなたとつながりたいです、トークでつながりたいです、つながりたいっていうのをねやっていきますので、ね、皆さん参加型の番組なので、ぜひぜひ、ね、今のニュースのこととかね話していけたらいいかなと、気軽に話していけたらいいかな、もっと近い感じでね話していけたら、こうやってね近い方耳でねお話ししていけたらいいかなと思っておりますので、ぜひそっちの方も概要欄からチェックしてください。分かんない方もね聞いてください、ね、ぜひね質問の方からでもよろしいので、はい、ではそんな感じに出ております。なのでね、少しずつね秋めいてきてね、涼しくなってきたというか、もう寒くなってきた、あとね台風がね来てね、来始めましたね。なので皆様そこはね気をつけてくださいね。あとね体調の変化気をつけていってほしいかなと思います。ではね、今日はそんな感じですね。ぜひねチャンネル登録の方お待ちしております。大募集中ですね。でもちょっとね占いねしばらく空いてしまったんですけど、自分のね気持ちを正直に私占いをやってるので、あ今日やろうとかね、今日はちょっとやめた方がいいかなっていう気持ちの中でやってるので、今日の占いはねだいぶなんていうかな当たりますね、その気持ちがあるので当たります。なので今日は占いやりました。はい、ではそんな感じでおります。ではいきますね。いつもね昨日より今日より明日はもっと幸せ、リオンでした。ではまたね次の動画でお会いしましょう。 See you again、 バイバイ、またね。動画見てくれてありがとう。概要欄の方におすすめの動画などもあるのでぜひチェックしてね。
あとリュウンちゃんによる占いもあんなんで、ぜひそちらも見てね。で、あとインスタグラム、ツイッターのフォローも欠かさずしたらいいことあるかもよ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。うん、ではまたお会いしましょう。 See you again。 バイバイ、またねー。よーし、綺麗。バイ、見てね見てね。